今天呢还有另一种香皂，这个香皂呢就是ニキビをせく余裕せけ，是用药的，而且它专门是后背。女性にインタビューをする中で、こう実は背中のニキビというものに悩んでいる女性が多いことが分かりまして、ブライダルエステのコーナーでも背中のケアが流行っているということで、今回この背中ニキビ用の石鹸を開発いたしました。我今天虽然后背不能给大家露，然后我今天准备在这儿给你试一下看一下，你打开。哇！啊，但是味道还是很好闻的。我以为这个打出来有没有受到惊吓？好黑啊！这货怎么长得这么丑？味道还是好的。あれはですね、洗浄成分で炭を配合していまして、そちらも色で黒い石鹸になっています。ストレスもニキビの原因になってしまいますので、香りも楽しみながらボディケアしていただきたいということで、ハーバルシトラスの香りをつけさせていただいています。这个洗了之后不会感觉非常的涩，反而会特别的光滑，而且我的皮肤现在用这个洗完之后特别的滑，又干净又光滑，而且我觉得好像很保湿的样子，因为我现在的皮肤感觉水分很充足。